どうも皆さんこんにちは、栄光 GO! 今日もですね、栄光に向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日は何をやりますかね。意外と好評な、はい、お料理シリーズ。ああ、過去にいろんな料理作ってきましたね。栄光クッキング、栄光クッキング。あ、意外とね、どれもこれも美味しくできてるんですよ、実は。冗談半分でね、栄光カフェ出せんじゃないのみたいなことを言ったらですね、コメント読ませていただいてるんですけども、ぜひやってください、開いたら行きますっていう声ね、本当かどうかわからないですけども、いただきますんで、皆さん見てくれて興味持ってくれてるんだなって感じがします。そうですよね、はい。僕全く料理したこと、もう本当にインスタントラーメンすら僕も作んないんですけど、普段そんな僕がもうセンスだけで作ってるこの番組やりますか今回。はい、今日はですね、はい、ハンバーグ。なるほど、ハンバーグ。これから買ってきますんで、必要な材料をそこに書いていただいて。わかりました。ハンバーグ、はい、できました。こちらでございます。玉ねぎ、はい、そしてお肉、ミンチですね。これは牛、豚とありますけど、あ、じゃあ今回は牛100でいきますか。はい。そして人参。人参入れるんですか、ハンバーグに。付け合わせとかじゃなくて。そうです、ハンバーグに入れます。はい、わかりました。そしてケチャップ、はい、ソース、はい、でクレイジーソルト、はい、でパン粉、卵、はい、とシナモン。シナモンですか。これはね、ちょっと試してみたいというか、ハンバーグにどうせたら栄光なりのハンバーグを作りたいなと思って少しスパイスの効いたシナモン香るハンバーグ。あ、それと付け加えていいですか、はい、こちら竹串と紙をちょっと用意してもらっていいですか。はい、こちらでいきます。わかりました。はい、さあ、ということで先ほどの材料がこちらに、揃いましたんで、早速調理していきますか。もうお湯沸かしてますね。あ、ちょっとこれはですね、なんでお湯を沸かしてるかちょっとお楽しみで、はい。まずこの玉ねぎの皮を、いやマジで、でも本当これさ、続けててうまくなってったらマジで料理番組とか来るかもしれないからね。エイコーのおしゃべりクッキングできますよ。でもこの本家のおしゃべりクッキングは僕も何回か出させてもらったことなんですけど、おしゃべりしたら怒られますおしゃべりするのは上沼さん、僕は食って感想言えと。どれぐらい使うのかな。まず玉ねぎを千切りにしたいんですけど。千切り、ああみじん切り。なんかこうやるよね、うまい人。こうやるよね。僕ね、料理で言ったら小学校の頃に NHK で見てた番組があって、あいまいみまーいとかっていう、なんかね、まいちゃんっていう女の子が料理する番組があって、この前聞いたその、あいまいみまーいってさ、その女の子が今結構出てる女優さんなんだよね。誰でしたっけ。福原遥さん。そうそうそう、まいんちゃん見てたな小学校の頃。どこまで細かくすればいいのかな。狙った食感とか。あー、食感ね。いや、やっぱね、欲しいね。だからあんまり細かくはしたくないね。シャキシャキ感残そう。で、人参もちょっと入れましょう。難しいこれ。それ皮を
を剥いてるんですか、それは。これ皮剥いてます、今。剥いてリスクあるな、やっぱり玉ねぎで。小人参もちょっとみじん切りにして入れたいと思います。色味ね、色味、やっぱ人参は。で、こっからです。まずこのひき肉、これを入れたいと思います。ドンと。はい。そして確かね、パン粉とか入ってた気すんだよね。パン粉どれぐらいで、卵で、ここに卵を入れます。1個じゃ足りない？ 2 個ぐらいか。はい。で、これを確かね、手でこねるんだよね。確か、いきますね。ちゃんとしっかり洗ったんで。うわちょっとハードルありますよね、綺麗好きからすると。これ食べてんだ人がこれやったやつつめてねえ、ちょっと待って、ちょっとゆるゆるなんだけど、卵2個多かったかちょっとパン粉ちょっと足します。水分吸ってくれますからね、はい、これちょっと入れます。ちょっと1個分握ってみます。はい。お、いいですね。見たことあるよ、テレビで。はいはい空気抜くってやつですね。はい、なんかパンパン。はい。あ、なんか随分いい感じじゃん。ちょっといい感じじゃないすげえ、やっぱもうセンスなんだな、これってで、僕ね、テレビっていうか実際にね、食べに行った時に衝撃というか、わーっと思ったハンバーグがね、ハンバーグの中に卵が入ってるんですよ、ゆで卵。ちょっとそれをね、チャレンジしてみたいと思いますめちゃくちゃ難しいやつ、1回目からいきますね。いきますよ。ゆで卵を作りたいと思います。この沸騰したお湯にですね、まあ、約、まあ、7分ぐらいでしょうか、入れちゃいますね。これ生卵入れます割れませんでした大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。ちょ、怖いんで、ね、あ、割れてる割れてる割れてる。もう一個いこう、もう一個いこう。上からいったら、あ、そうかそうかそうか。え、そっと入れるってことね。お、怖い今え、割れちゃう。あ、割れてるわ割れてるわ、なんか出てきてる。上からいくから。おー、怖い。そうそう。で、こっちの準備しておきますかね。このフライパンを使ってやるんだけども、もう、あの、くっつかないフライパンじゃなくて、このはい、ガチ、はい、ガチの方でいきます。美味しかったハンバーグの思い出。若手下積み時代に東中野に住んでたんですけど、はい、東中野にお腹いっぱいっていう名前のお店があるんですよ、はい、そこは、まあ、ハンバーグ、ステーキとか洋食屋さんなんですけど、はい、何がいいってご飯食べ放題なんですね、はいはいはい、おかわりし放題、はい、だからちょっとバイトの給料日とか、ちょっとなんかこう先輩の仕事のアルバイトしてちょっとお小遣いもらったりとかしたら、その東中の駅前にあるんですけど、お腹いっぱいに行ってマジでお腹いっぱい食べる、1個のハンバーグにご飯何杯も、それが幸せだったな。ゆで卵とかけて、ゆで卵とかけまして、視聴者の方々と解きます。その心は。黄身が大事ですカモッチです。
さあ、まもなくゆで卵が出来上がる頃ですね。7分ってどうなんだろう、短いのかな、ちょうどいいと思うんだよね。はい、これを剥きます。頼む、できててくれ。あ、僕の理想で言ったら中は半熟トロッとにしたいんですよ。これね、なってると思う、この硬さ具合。うわ、ちょうどいいかもしんねえ。うわ、センスあるわ、やっぱ自分でも。見て、中とろっとよ、これで、これをゆで卵に包みます。出てきたホップステップハンバーグ、ホップステップハンバーグ、ホップステップハンバーグ。オッケー。ちょっとでかいけど味はバッチリですから。はい、はい、ではこちらを焼きたいと思います。はい、こんなもんでいいのかな、もうちょいとっか、行こうか。乗せます。うわ、怖え。よし、あと焼くだけよ。うわ、めっちゃ跳ねてる、どうしよう。いやいや、すっごい、こんな跳ねるもんすか。めっちゃ跳ねてない、油がめっちゃ踊ってんだけど。うわちょっとジャンボハンバーグみたいになりましたけどね。ひっくり返してみますか。なんかね、ちょっと裏見ると、はいはい、いい感じにはなってんだよね。ひっくり返そうか。はい、うわ、これいきますか。いきますよ。せー、体で持っていくしかないです。せーの、おいしょ。いい、ちょっと卵がこんにちはしてますけども、まあ、ソースかければ隠せますか。あ、なんか下味つけるの忘れたな、ね、ちょっと今から塩振ります。クレイジーソース、ちょっと下味つけるの忘れちゃったんで、ね、で、蓋してちょっと蒸す感じ。あ、中まで火が入る。はい、ちょっとお水なんかも入れて、入れた瞬間多分バーくるからすぐ蓋するよ。いきます。おー、ちょ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 、あ、閉まんね、やべ、卵潰れる。やべ、この状態で待ってくしかない。やべやべやべ、でかいんでね、中までなかなか火通りにくいと思う。どうですか、この手応えは。あります、めちゃめちゃあります。まさか俺ここまでできると思わなかったです。最初ハンバーグって言われた時マジドキッとして、やべえな今回と思いました。何分ですかとか、はい、何分茹でればいいですか、何分揚げればいいですかとかっていう質問の時によくテレビで見るのが、音聞いてください、音のこのパチパチ感が、もうできたよ、今ちょうどいいとこだよ、今僕おいしいよって呼びかけるんですよっていう人いますよね。はい、まだだよまだだよって言ってますね。うん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 、いやそれは、いや、うん、別にお互い様だから。うん、なんて言うんですか。
か。あ、いや、あの、こんな美味しいのを作ってくれてありがとうみたいな。あ、本当嬉しいです。いや、こちらこそだよ、お互い様だよ。 OK、 了解しました。もう OK というふうにおっしゃってますね。はい、ということでこちら、はい、と、よいしょ。ちょっとさ、はい、焦げ臭いよね。いや、大丈夫です、もうあのじっくり焼きなんで。で、さて、ここからソース作りに入りたいと思います、はい。肉汁、切った瞬間、肉汁ジュワーっていうハンバーグももちろんあります、はい、中で、もう肉汁がこう外に出ちゃったんですよ。そこでですね、ソース。うわー、あ、ちょっと、やばい、どうするどうする、これでやっていくしかないか。ケチャップか。混ぜます。で、ソースとケチャップをこの肉汁で炒めます。で、先ほど言ってたシナモンありますか。このシナモンを入れます。これぐらい。さあ、これをハンバーグにかけます、はい、すごいシナモンの匂い、はい、はい、ということでまだ完成じゃないですよ。まだですか。はい、はい、こちらの栄光号新キャラですね。今まで猿でしたけど、ちょっと2021年カワウソくんで描いてみました。こちらを刺し、あ、ゆるいから倒れる。どっかいいとこねえか、いいとこあった、ここだ。さあ、ということでこちらハンバーグ完成です。それでは試食に参りましょう。ちょっと上沼さんっぽくね。さあ、こちらの旗をまず外して、卵がうまく出るかどうかだよね。真ん中ら辺に入れてるから。割ります。ソースでよくわかんねえな。卵が、あ、固まっちゃってんだな。あ、でもちょっとトロッと感ありますよ。ありますよ、まだありますよ。はい、まあでも、あの、割った時にサプライズはありますよね。サプライズ感、わ、卵入ってる中にみたいな。あ、驚かしかったんだ。そう、そうか。じゃあ、いただきますね。はい、はい、いただきます。天才すぎるんだけど。めちゃくちゃうまいんだけど。すごい、それはすごいですね。あのね、はい、玉ねぎの食感、やっぱ人参、はい、結構粗めにしたんですけど、はい、まず食感が口の中で楽しい。で、ちゃんとお肉のジューシー感も残ってる。で、なんで俺シナモン入れたかっていうとね、もともとやっぱこの普通のソース、なんか今これケチャップと合わせましたけど、普通のソースの方には香辛料とか入ってるんですよね、はい、あのソースの僕香辛料が好きで、お好み焼きにしてもハンバーグにもかけるときにあのソースの香辛料をあえてちょっと強めにしたんですよ。だから結構ね、大人向けの、大人向けハンバーグ。いただきます。いや、金取れるわ。シナモン入れたときちょっと、あ、強めかなと思ったけど、はい、食べてみたらそんなことなく、お肉の油でうまくちゃんとマイルドにしてくれますし、全然うまいよ。これ今大きく作ったけどペロッといけちゃう、マジで一人で。
あー、黄身がいい感じですね。いいよ、めちゃめちゃうまそうじゃん。いただきます。幸せほんとね、うまいものを食べるときって全身の毛穴が開くんだよね。でもね、そうなんか、もうね、震えが止まらない。変な薬やってる人みたいな。ちょっと強いて言うならば、確かに下の方ちょっと焦げちゃったかもしれない。そこが唯一マイナスかな、1点。これ俺自分で作ってもなんか自分で言ってるだけだろうと思われちゃうけど、ちょっと悪のスタッフ、はい、もしよかったらこの手つけてないところ一口食べてくんない、この卵のところ。いただきます。正直に言います か、うん、はい、怖いと思うけど、これお金取れます。マジでこれ、そうやったもんね。うまっ。卵ちゃんと食感もいいです。シナモンがマイルドに本当なってて、なんでしょ。そうなんすよ、皆さん。うまっ。何これ悪のスタッフ、ちなみにこれ星で言ったら何個ですか。3つです。いただきました、星3つです。怒られるよ。これ僕のオリジナルの、ただちょっとオリジナルに、ただイントネーションを変えただけで、普通に言っただけで。皆さん、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ありがとうございました。